カツ入れとは自作パソコンユーザーが行うチューニング作業の一つ。電子部品に対し低格電圧以上の電圧を与えることによりオーバークロックされたマシンの性能向上や安定性向上を追求するのが目的である。現在は電圧を盛るという言い方をすることもある。簡単に言えば低格電圧 1.350V のところを 1.450V コンデンサなどの 自動部品が使われていることが多いため、各種し活入れが有効な場合が多いことも、また事実である。さらに、これらの部品を、本来のクロック周波数以上で動かそうとした場合、定格電圧ではうまく動作しないことがある。その場合、定格電圧より少し高めの電圧を与えれば、解決することがある。CMOS 半導体内部に組み込まれている多数のトランジスタは、 加える電圧が高いほどスイッチング速度が向上するからである。また、オーバークロックを行うと電流の急激な変動などによる電圧効果が発生しやすくなる。特にコンデンサの質が悪い場合には電圧効果を起こしやすく電圧のあり、なしを1、例として動作しているコンピュータにとっては供給される電圧の効果は動作不良に直結しやすい。 電圧を上げることにより、こうした動作不良も回避できる可能性がある。オーバークロックを行うということは、所定よりも多く、電流を消費するということである。よって、電源ユニットの出力に余裕がない場合には、セット全体が動作不安定に陥る。電圧と電流の関係は、水圧と水流の関係に例えるとわかりやすい。水圧が高いほど水流は激しくなるが、 その勢いを保つためには、水の貯蔵に余裕を持たせる必要がある。350ml の容器よりは、500ml の容器の方が、水流が激しくなっても安定しやすい。トランジスタのスイッチングに使われた電気エネルギーは、ほとんどが熱エネルギーに変換される。すなわち熱損失となる。オーバークロックを行った場合には、CPU だけでなく、 周辺回路にも損失が増え、負荷が増大する。また、オーバークロックを行わずに、かつ入れだけを行った場合でも、各部品に供給される電流の不足が、意図通り補われるため、結果的に消費エネルギーは増える。これらの原因により、通常の使用よりも過剰な熱が発生し、トラブルの原因になる。一般に、熱暴走と呼ばれるような、軽度なダメージであれば、 正確電圧に戻すことで元通り使える。しかし、ダメージが大きい場合、半導体の内部が損傷し、回復不可能な状態になることがある。したがって、カツ入れを行う場合、下記の条件を満たしてから行うのが望ましい。この方法は、CPU に応じて様々な電圧設定が可能なインテル486世代以前から行われ続けている職人芸的で、 リスクの高い方法である。それゆえ見事な成果を出せた場合、同行のものから絶賛される。ただし、電気、電子、電気通信開発技術者から軽蔑されることになる。本来の電圧供給ラインを乗っ取る、または補強する形で、高い電圧を与える回路に接続するもので、プリント基板の回路を改変したり、俗に、下駄と呼ばれる、ソケットの一種を部品に装着し、 その下駄に対して高い電圧を供給させたりするものである。プリント基板の回路改変には何段階かの手段がある。電流をたくさん使用するからには、それに応えられるだけのグランドの強化が必要となる。特に古い PC においては、現在のような多層プリント基板を使用していなかったため、グランドプレーンが存在しない二層基板のものさえ存在した。 このような場合には、グランドの強化、すなわちグランドピンを電源ソケットのグランドピンまで別のワイヤーでジャンパするという手法が極めて有効であった。しかし、電気電子に詳しい人以外にはあまり帰り見られなかった方法でもある。CPU などの半導体部品はずっと同じ電流を使い続けるのではなく、必要に応じて消費電流が変動する。 この電流変化に対応し、部品の出力波形を安定させるためには、電源ピンの近くにコンデンサを置くことが極めて望ましい。これをバイパスコンデンサと呼び、略してパスコンと通称する。電流のタンクと考えるとわかりやすい。以前は性能の良いコンデンサが少なかったため、単たるコンデンサを多用するケースがあった。しかしこれは、 ショートモードで故障するコンデンサであり、極性を間違えて電源を投入すると、青や紫の炎とともに異臭を発して破裂する。最悪の場合は、破片が飛び散ったり、基板がえぐれたりする。さらに厄介なことに、普通の電解コンデンサでは、マイナス極性の方にマーキングがしてあるが、普通のタンタルコンデンサは、プラスの方にマーキングがしてある。あとに OS コンのような、 電解液によるイオン電動ではなく電子電動を行う固体光分子コンデンサが出現したためこの辺りの状況は一変した。これらのコンデンサは容量が同じならサイズが大きくなるが電解コンデンサと比べ ESR が劇的に改善されているため必ずしも同じ容量のものを使う必要はない。それ以前にマザーボードの設計者が どこまで真剣に容量を検討したかが疑問である。このコンデンサに関する手法は、特に安くて質の悪いコンデンサがついているマザーボードの場合、現在でも十分通用する方法である。余談だが、OS コンは逆電圧にも強い。セットに最初からついている電源ユニットでは容量に不安があるという場合には電源ユニットを交換してしまうか、 別の電源を用意して供給するか、低い電圧を高い電圧から三端子レギュレータなどで作り直すといった方法がある。電源線のうち、特に電流を必要とする部分のパターンをプリント基板上で切断し、緑色のソルダーレジストを削り、別の電源ユニットからの配線をハンダ付けするという、豪快な方法もある。無論、共通グランドにしなければ、故障に直結する。なお、 三端子レギュレーターを利用して DC、DC コンバートを行うと回路は小さくまとまるが効率が低い上に発熱が大きい。さらに、例えば 2A 必要な回路に7805などを使うと完全に電力不足となるので慎重な部品選定が必要である。より高い効果が得られる。ただし、電源ユニットのコンデンサだけは話が別で、 直流部以外のコンデンサを無闇に変えると特性が変化してしまい発信して使い物にならなくなる。であるから信頼のおける大容量電源ユニットを購入し電源ユニット自体は改造しない方が安全である。下駄は本来はソケット実装されていた部品をアップグレードする際に足りない部品を組み込むための手法であり回収や改良。 または設計ミスをフィックスするためのものであった。しかし、PC においては、アクセラレータという形で、ゲタ実装を行うことが多く見られた。特に、ピン五感でない LSI を交換する際にはよく見られた手法である。ヨーロッパでは、アミーガ500の MC68000 を抜き取り、m c 6 8 4 0アクセラレータボードを、刺すというものすらあった。 電源供給用のゲタとしては、電源の強化のため、三端子レギュレータと大容量コンデンサを搭載して、外から引いてきた 12V を利用し、5V を作るものもあった。これらの方法は、正確で安定な電圧を出力する電源ユニットを持っているか、LM317 などとボリュームを併用するなどの工夫を行えば、非常に細かい単位で電圧を調整できる利点がある。 その反面、ハードウェアを改造する段階で失敗すれば、その時点でほぼ間違いなく故障する。仮に改造に成功しても、部品から見ればあまりにも強引な手法で、高い電圧を送り込まれることになり、部品が耐えられずに壊れてしまうことがある。ダイオードやコンデンサなどの部品を上手に使用していない、改造であれば、なおさらその危険性は高まる。なお、本来、 定格という言葉は、その部品が耐えられる電圧を指し、データシートの定格の欄も、その前提で読まなければならない。この方法を実施するには相応の装置、工具、知識、技術が必要であり、オーバークロックの記事に見られる、カジュアルなオーバークロックを楽しむユーザーにとっては、非常にハードルが高い。ベンチマークの試合においては、この方法で活入れされたマシンは、出場資格がなくなるか、 一般的なチューニングを施されたマシンとは別のカテゴリーにして協議するような規制が設けられる。ハードウェア改造によるい入れの中で実施が容易で比較的リスクが小さく、ある程度の数量が裁ける見込みのある場合は、い入れキットと称される部品が販売される。い入れキットの中には通常プラス1 2トで動作する冷却ファンに高い電圧を与え、 モーターの回転数を上昇させ、冷却能力を改善するといった半導体を対象としない製品も存在している。しかし、この方法は電力損失もモーターへの負荷も大きいので、同じ電圧でより高回転のファンに換装するか、より高い電圧のファンを使用するか、あるいはファンをもう一機増設すると望ましい。インテル486世代以降の汎用的なマザーボードの場合、 多種の CPU に対応させるため、供給電圧を変更できる機能が備わっている。ジャンパピンの差し替えや、ティップスイッチの選択により、何通りかの電圧を得ることができる。その設定方法は、マザーボードの説明書に詳しく記載されているため、その組み合わせの中から希望するものを見つけて、その通りに操作すればよい。しかし、この方法はいちいちマザーボードの表面にある部品を、 そうさせねばならず頻繁な設定変更は面倒である。さらに部品の組み合わせには限りがあり細かな電圧調整はできない。年を追うごとに CPU の品種や定格電圧の指定が複雑になってきた結果、1999年から2000年頃からはこの設定機能が廃止され、後日の BIOS による電圧設定にとって変わられた。多種多様な CPU に 適切な電圧供給を行うには、戦術のジャンパピン等での設定では、組み合わせが不足となった。それを代替するべく、BIOS の設定画面に、電圧設定の項目を設け、そこで適切な電圧を選べるようになった。a ビ i ト NF7 S マザーボード BIOS 画面で、つ入れ設定中これは、つ入れを気軽に行いたいユーザーにとって、非常に、 好都合な機能として認識された。マザーボードによっては 0.05V ごとの細かな設定を可能とするものも存在し、マザーボードの製造会社や販売店でもこの機能をアピールしている。また、CPU 以外のメモリやチップセット、AGP バスなどへの供給電圧の変更も可能となっている製品があり、さらに柔軟な活入れができるようになった。 ビデオカードでも、それに搭載されている GPU やメモリの性能要求が高まってきたため、これらの供給電圧を変更できる機能を持った製品が市販されている。このような製品では、CPU やメインメモリを定格で使って、ビデオカードだけ活入れして使うこともできるため、さらに設定の自由度が拡大する。Windows 上で動作するブースト支援ソフトを マザーボードの付属品として同梱しているものもあり、オーバークロック設定、冷却ファンと温度の管理、つ入れを統合してコントロールできるようになっている。このようなソフトを用いると非常に優しくブーストの設定をこなすことができる反面、特に過剰電圧によるダメージについて、無関心になりがちな面は注意したい。どのような手法を用いたとしても、貸入れによるダメージはメーカーでも販売店でもなく、 本人であることを忘れてはならない。半導体やその他の部品に定格より高い電圧を与えて使うことは本来想定されている寿命よりも早く寿命が来てしまう。諸説あるが正しい条件の下では CPU やメモリは15年以上使えると言われている。仮につ入れによって寿命が3分の1に低下したとしても5年であり、少なくとも このような行為に興味を持つ利用者にとっては十分に長い期間と考えられている。そのためス入れに起因する寿命の低下にはほとんど関心が持たれていない。しかし、その他の受動部品、特にコンデンサの寿命は使用条件によっては短くなる。例えば、同じメーカー同じ容量のコンデンサでも、摂氏85度品と摂氏105度品を使う場合では寿命がかなり違ってくる上、 電解コンデンサを使うか、固体光分子コンデンサを使うかによっても大きく寿命が違ってくる。そして、つ入れを行うということは、マザーボード各部のコンデンサに、設計者が想定している環境よりも、高サイクル、高電圧、大電流、高発熱といった、加速試験寸前の過大な負荷をかけることになる。特に、アルミ電解コンデンサを使っている場合には、開封、液漏れによる、 発煙故障の原因になりうる。人柱ブランドから、ファン用活入れアダプタがデビュー。インプレス、ouais、h t t p s a k i b a p c w a t c h i m p r e s s c o j p スラッ h o t l i n e 2 0 0 3 0 1 1 8ュエトセトラフォンカトゥ h t m l 科学的、専門的知識を応用して、強電機器、電気機器、 LSI、電子応用装置、電気通信機器などの各種電気、電子機械器具及び同機械器具の部品の開発、設計、発送電など電気に関する技術の開発、発送電、電気照明などの電気施設の計画、設計などの技術的な仕事に従事するものを言う。ありがとうございます。